ソードアートオンラインインテグラルファクターリンクスタート。皆さんこんにちは。今回はちょっとストーリーを撮っていこうかと思います。テイルズコラボイベントのストーリーを撮らないと俺イベント集会できないんですよ。ストーリーって1回しか見れないんですけど、それ見ないとイベント集会ができなくて、でコラボイベントが終わってしまうと、もう二度とイベントストーリーを見ることができなくなってしまうので、まあとりあえずもう早めに動画撮ってちょっと集会できるようにしたいので。お、なんか10位だ、すげえ。で今この始まりの街天文広場に来てるんですけど、このテイルズオブハッピーダンジョン、あ、これハッピーダンジョンの方か、こっちか。浮遊城に集いし物語、これ左上メニュー右下イベント一覧で浮遊城に集いし物語ってあるんで、これで飛んで、でここ来ます。でここ引き受けるってありますね。75層、そこで盛大なイベントが実施されると聞き、当然あなたたちも駆けつける。このスタンプ欲しいですね。あ、グミももらえると。ちょっと入ってみましょう。俺テイルズってよくわからないんですけど、まあこれ見ながらなんか分かればなって思います。あ、なんかこれ75層の闘技場のやつかな。コリニーだっけ。もう体験中って書いてあるね。気合が入ったイベントだね。75層のイベントってなんだ。フロントランナー主催ザ・スカルリーパーリポップ討伐エキシビション、何それ。スカルリーパーの討伐してるところをお披露目するってこと。なんかこれ整理券がそのままラストアタック報酬プレゼントの抽選券になります。何それ。スカルリーパーってそんなお披露目できるくらい余裕あるの、倒すのに。やばくね、まあ、これだけいると確率低そう。あ、もうそういうストーリーだとそういう設定なのね。そこの君たち、これ一般客の列に並んではいけないということでしょうか。あ、2人倒す方、倒す方だそうです。あ、なんかアスナさんは閃光みたいな速さで走り去っていったようですね。運営もちょっと大変、運営というかなんか大変なんですね。叱られてなかったかと聞かれてましたよ。あ、そういうこと。中級プレイヤーとか町に住んでる人に夢を見せるみたいな。なるほどね。フロントランナーの、まあ、こういう感じだっていうのを見せて、あー、このね、何重にも自己対策をしてあるからっていうのフラグですよね。あー、リュール来ましたね。なんかリュールもオシャンティーになりましたね。お、来ましたね、スカルリーパーのボス部屋。ボスフィールドには大勢のフロントランナーが陣を敷いて待機している。フィールド外側の安全地帯には一般客が集まっている。安全地帯あるんだ。安全地帯というよりはなんだろうね、まあフロントランナーがいるから、まあ、そこは安全だっていう感じかな。ボス戦は自由参加。よろしく。あ、アスナさんイベント代表なのね。本当？あ、台本とかある。お、なんか始まった。おー、なんか いろいろあれ、代表っぽいこと言ってますね。100層まで残りわずか、まだいろいろあるはずです。でも乗り越えていきましょう。開発陣頑張ってほしいですね。行くよ。アナウンスリーファなんですね。タンク隊って言ってるね。やっぱタンクがいるっていうのが、実際のプレイでもやっぱタンクいる、まあ、ブレイク役っていう感じなんですけど、いるから。このスカルリーパーの挙動が75層のやつと同じ感じだとしたら、このマップの右上あたりで止まるはずなんです。あ、だいたいここら辺か。あ、止まんない、止まらないね、ここら辺。あ、やっぱ止まる。75層と一緒ですね、ここら辺は。あ、まあイベントだからこれは。あれ、俺ちょっと気になってんのが、スカルリーパーの難易度低いやつとかあるのかなとか。情動とか一番なんかめちゃくちゃ弱い、誰でも倒せそうなスカルリーパーとか出てきたら面白いなっていう感じがあって、最低でも難易度どれくらいなんだろうなっていう。何これ、やっぱイレギュラー怒ってんじゃん。稲妻が弾けるように、弾ける。なんか空間の裂け目から赤い光の筋が放たれ、スカルリーパーを直撃した。アスカ様がやられた、やばいよ。あ、やられたんじゃなくて、あれか、スカルリーパーを刺激したのか。あ、タンク隊ダメージが倍以上になってるぞ、やばいね。タンクにダメージ倍になってるって、もうかなり致命的ですよね。もうよくやられないな。強化エフェクト、もう万が一が起きる、もう絶対起きると思ってた。
マジであれフラグよな、絶対起きると思ってた。足止めした方が良さそうだね。なるほど。なんか小春がなんか気づいたようですね。空から人があの避けたところから来ると。リュールか、何これ、どうしたリュールシュールリュールかシュール、何これ、まさかえリュールさんもう一人来たよ。腕輪を大きくしたような武器、指輪、腕輪、力が変異してるようだね。なんか来たよ、分子器完成体の君とか言ってるよ。なんかフォンセっていう人が来た、君の影でありそうだ。愚かなるリュールよ、何言ってんか分かんないねこいつ。あーこいつマジで何言ってんか分かんないね。着想クリアを待つ必要などないのさ、プレイヤーのいなくなったゲームに存続の意味などないからね。どういうこと、こいつ何言ってんの。あ、なんか地面が揺れた、ギギギ苦しんでいる。ブラスティアの地、ブラスティアって何、魔導士、なんかやばい、なんかリュールがこういうこと言ってんの面白いな。魔導器を操作した、何これ魔導器ってなんだよ、やばなんか取り巻きが大量に来た。エスカルリーパーで取り巻き大量来るとかさ、タゲ取り大変すぎん、そうでもないか。あ、むしろなんかスイッチゲージ溜めやすいじゃね。火来るな、もうね、やっぱね来ると思ったね。あ、キリトかな、キリトかな、やっぱり。あー、さすが英雄キリトさん、突き進む英雄さん。さあ行くわよ。まあ、これも倒すの簡単でしょこれ多分。ほら、まあ、さっきちょっとスカルリーパーの挙動が見れたので、まあいいかなと。 HP が一瞬で溶けちゃう、あーそんな強い、うん、あ、なんか来たよ、なんか来たよ誰よなんで一般客に紛れてんの、誰だよ。俺テイルズ知らないけどなんかおもろいな。へえ。機械のパーティーはスカルリーパーを釣ったまま迷宮区の奥にある昇降機へと走った。昇降機だ、ちょっと心配なのが、あ、心配なのがって言ってるよこれ。あー、心配事あるのにそんな暇ないと。シリカちゃんが来てないのに、キヤーって言ってるよキヤー、やばいよやばいよやばいよ。リーパーがリーパーが壁面に激突、あー、まあこうなるわなってまあこうなるわなって分かってらっしゃる。テイルズ全然分かんないけど、あ、なんか目覚めた、みんな生きてますね。見たとこあったら感情そうだったし。あ、なんか本性について気になる、そうですね。あ、なんかリュールさんちょっと分かってないようですね。フロントランナーのくせに心配性だなってフロントランナーだから心配性なんでしょう。え、リーパーが出てくんの、もしかしてリーパーが何、闘技場に出てくんの。でもあったよね、なんかさ IF のバグでさ、なんかブラッケンがさ、あの商業区に出るとかさおもろいよなあれ。まあそういう感じかは知らんけど、75層の階層フィールドにスカルリーパーが出たら面白いよね。お、デカブツのお散歩、マジかよ、コリニアで来るのか。お、なんかいろいろ来ましたね。お、なんか作戦がなんかいろいろ考えてくれてますね。この場所いいかもと。悪心を奪つ極寒の水蓮よ、フリーズランサー。あ、なんかかっこいい、なんか、あ、すごい、なんか必殺技みたいな、すげえ。崖が崩れる、あ、なんか魔法を放ったの、あれアインクラッドって魔法ないんじゃないの、すごいよ。やべ、この音楽ほんといいわ。魔法使いなんですか、大地切断前の魔法が使えるの、精霊術。何か聞こえねえか、やばい、ボスの足スカルリーパーが来てますね。あ、そっか、天井から奇襲してきたくらいだから壁をよじ登れると。そういうのは先に言ってくれよこのまま埋めちまうと。なんかいろいろ考えてますね。
あのやっぱボス部屋だとできないことがこういうところだとできるんですね。いろいろ崖の下に落としたりとか。やばい、かっこいい。なんかテイルズ全然わかんないけど、なんかかっこいい。だから言ったろ。あ、なんかいろいろ何が起こってんだこれ。落石を砕きながら、なんか石が、岩とかいろいろ落ちてきてる。魔神剣、あ、なんか来た。名前忘れた。ロイドだっけ。テイルズ全然わかんねえ。剣から飛び道具が、見たことないソードスキル。大丈夫か。ありがとう。やばい、かっこいい。ドワーフの誓い。ドワーフなの君。ドワーフじゃないよドワーフがいるところで育ったとかわからんけど、土砂から抜け出そうとしている。崖を崩せばいいのだな。あー、この声やばい、かっこいい。なにこれ。これテイルズコラボとかなければ俺こんなの知らなかったわ。全くテイルズっていうのをマジやろうとすら思わなかったかもしれない。ちょっとやってみようかな。魔法使いマクスウェルって何。マクスウェルって何。何それ。さっきのあいつを倒すのか。あんなに頑丈な魔物初めて見たぜ。あの敵は特殊で、放置したら安心して暮らせる場所がなくなります。そりゃそうだろ暮らせる場所が、いやまあそりゃそうだろなんで驚いてんの。あれだってね、放置したらやばいでしょ。ロイドさん、ミラ・マクスウェル、リンウェル、フルル。あー全然わかんない。名前覚えらんないな。ユーリっていうのはなんか聞いたことあるな。ツイッターでもなんか言ってる人いて。リーゼ・マクシアって何。アインクラッドの第75層です。あーなんかあれか、また違う世界から来た設定なんだな。この人がローって名前なんだな。メナンシアのガイド。メナンシアってそれって何層。まさか。あーまた違う世界から来た設定ね。あのアリス系のイベントでもね、常設イベントでもそんな感じのストーリーだった気がするんですけど。でかい魔物も別の世界から来たのか。モンスター自体はこのアインクラッドのボス。魔導器。魔導器って何。魔導器とか結界とか。あ、魔導器って何。テイルズの何。あ、そういうものなの。一般的な便利な道具。水を引いたり、明かりっていうものになったり、町を魔物から守る結界なんていうもの。あ、いいことずくめ。まあなんか魔導器っていろいろ使える代わりに、なんか悪いことにも使えると。あくまで道具なんだね。へえ。異変に関してはそのリュールがね、似たような人が出てきたから、カーディナルシステムが関係していて。あ、やっぱアリスとかユージオが出た時もって話してますね。あ、やっぱフォンセは同じ外見を持っていたから、あの GM 権限に詳しい可能性があると。権限は持ってないはずだけど、何らかの手段でコンバートをしたとしたら、もしかしたらその魔導器はユーリ君の世界にあったものとは別物になってるかもしれない、うん、別物なんだね。アインクラッドの世界だとフォンセを倒すのが目的になるのか。私たちがこの世界に来たのもその人が原因なのかな。とりあえずそのフォンセっていう人を倒すんだね。そう、とにかくよくわかんないけど、フォンセってやつを倒すと。あ、リュールはなんか別のことを、別行動作戦はこれでいいですかってなんで俺に聞くんだって。頼もしそうね。やられっぱなしってわけにはいかねえ。まるで人間じゃないみたいな口ぶり人間じゃないの。マクスウェルって何。マクスウェルってなんすか。行きましょう。あ、とりあえずこれで1回分のストーリーが終わりと。で、これでテイルズのスタンプがもらえるみたいですね。フルル1で、次のストーリー、これロイドがもらえるみたいですね。異世界より現れた力ある者たち、彼らの活躍でピンチを脱したあなたたちはフォンセを追う。フォンセを追うことが目的になってるようですね。
フルルが足跡を見つけたって。フルルさん優秀ですね。動物の言葉がわかるんですね。なんかピナとかフルルとか動物が活躍してますね。そいつとはどうやって友達になったんだって言ってますけど、あのテイムしたとか言うんじゃなくて友達っていうのがね、なんかいいよね。テイミングってなんだ、まあ、スキルみたいな運ゲー。俺とノイシュも。ノイシュって誰？お腹空きませんか。ロイドさんっていう料理が作れる人なんだね。よーし、ラーメン作れんの。ラーメンラーメン。この世界では基本味が似た偽物なので。あー確かに、そういえばそうだったな。なんか醤油作ってる人もいたけどな。ミラさんってそういうのめっちゃ好きなんだな。よだれが出てるよ。食後のアイスクリーム、どうやって冷やすの。あ、そういうことね。こういう魔法で冷やすのね。あ、なんかピキンピキンいってるよ。めっちゃピキンピキンいってるよ。何？ゲスト ID。 あ、このテイルズの人たちもこの世界に来るといろいろできるんだね。そういうメニュー開いてとか、あのフレンド登録とかパーティーの勧誘とかできるのかな。魂だけがやってきた。あ、そういう設定なのね。あ、ローさんとピナが戯れ、すごい、ピナががっつり撫でられている。すげえ、おもろいねコラボ。めっちゃ遊んでるやん。フルーさん来ましたね。フルル、フルルさんが体当たりしてますね。動物にはモテモテじゃないんですか。あ、フォンセリュールかと思った。やばいね、やる気満々ですね。あ、なんか魔導器らしきものを操作した、なんかしましたね。大量のモンスターが召喚された。あ、そういう使い方ができるぞ。これが魔導器だってのかやばいね。まあ、これもイベントなので軽く倒せるでしょう。これ通常攻撃だけで倒せるんじゃね、もしかしたら。これほら、通常攻撃だけでこれいけるよ。一旦片付いたか。倒してくれましたね。お、クリアですね。やった、このスタンプもらえた。やったね。ブレイブクラッティア。フォンセと遭遇するも召喚されたモンスターの応戦中に逃げられてしまう。果たして行方の手がかりは。あ、いいねこのスタンプ。 KOB ってなんだっけ。なんかギルドの名前だったと思うんだけど、血明騎士団だっけ。 KOB ってなんだっけ。なんか最初さ、その KOB とかさ、なんとか B とかさ、俺最初 AKB とかそういう感じのノリなんかなって思ったわ最初。あのアスナってのが心を取り仕切っているのか。アスナさんがね仕切ってますね。 KOB KOB この世界にもギルドがあるのか。あ、テイルズの世界にもギルドがあるんですね。あ、まとまってギルドを作っちまう方がいい。なるほど。へえ、名前決めようぜ。アインクラッドっていう名前をもとに。アップルグミ食べてる。なんか聞いてないような。あ、グミが何、体力回復するのね、テイルズだと。だからあれか、イベントのお知らせにもなんか回復っていうのがあったんだね。ただの美味しいグミ。アインクラッドでは HP の回復をポーションで行う。ポーションって何ってなるよなそれポーションもなしに戦ってたのすごいね。勇気ワクワク弾っていうのはどうだ勇気クラッドってなんだ。日本語と英語混じりはやめた方がいいわねブレイブクラッド、ブレイブクラッディア。あ、これがさっきのクエストの名前か。よし、ブレイブクラッディア結成。ユーリがギルドマスターでなんで俺なんだよあ、やっぱみんなそう思ってる感じなんだよね。あ、フォンセさんが普通にフォーティスの街で普通に買い物してると。あれだけ異質な力を持っていても SAO のルールには縛られる。まあそりゃそうか。スカンリーパーずっと谷にいるんだ怖っ。さすがに町じゃ戦えないと。あいつはどうして俺たちから逃げたんだ。なんで逃げたんだろうね。なんかやることがあるのかな。強いけどなんかあるんだろうね。それを補うために町に向かった。なるほどね。素直に買い物っていうのが何なのか。街で暴れないのは買い物ができなくなるから。あー、ポンセは武器とか防具を買ってんだろう。あー、防具とか買ってんのか。街にいる石膏に噂を流してもらう。あ、餌で釣る、すごいね。ダンジョンとレア装備の噂を流して
このホンセっていう人がそれに食いつくのか。へえ。待ち伏せしてるんですね。さっきのあの餌で釣るっていうので待ち伏せをしているようですね。ダンジョンなど見当たらないがまんまと引っかかりましたね。見事な手際。またモンスター召喚しましたね。いいな、そのモンスター召喚するやつ。熟練やるときとかにさ、そういうモンスターさ召喚する技あったらさ、もう召喚しまくってずーっと狩りまくるんだけど、ずっと熟練やるんだけど、俺にもさその魔導器ってやつくれよ。ずっと熟練したいんだけど、モンスター召喚しまくって戦力は見切って数百体も召喚した。やばいね、逃げようって言ってるけど、いや逃げる必要はないよ。逃げ場を塞ぐと。瞬間移動でもするかのようにその3人は現れた。やばい、あれワンサイドゲームのスティラさんとみんな来てくれましたね。キュフォンだっけ、名前忘れたけど、破壊不能プロオブジェクト、これならいける。異世界の魔法がソードスキルの比ではなかった。 ものすごいね。こいつら弱くなってないか。誰かデバフした、バフかけた。遠ざかるとシステムタグの適用範囲から出てしまう。なんかストーリーの設定がちょっと普段と違うところがあってよくわかんないですね。普段っていうか普段その階層フィールドとかでやってる時と違って、あ、この回であれですね、スキルレコードがもらえるってことはこれでストーリーが終わりなんでしょうか。そしてそれぞれの道へ、なんか終わりっぽいタイトルですね。幾度ものフォンセとの戦いを経て絆が深まるブレイブクラッティアとあなたたちは最後の決戦に挑む。リュールさんはなぜここに、マテルさんもね、75層以降のあの鍵を握る人たちですよね。マテルとリュールとテュフォンとスティラーさん。フォンセはアルカナシステムによって作られたリュールの試作 AI なの。え、そういう設定があったんだ。へえ。いずれウィキとかに書きたいね。まあ今ちょっと攻略情報とか、まあ、そういうのばっかだから、テープちょっとね全然やる余裕ないけど、 YouTube もやんないといけないから。悪意の情報をラーニングしてしまい欠陥と判断されて記憶領域の隅に追いやられた。何がどうしてかわからないけど、本世は記憶領域で自我を取り戻した。なんか悪い、何なんとかラーニングしちゃったのね。そこにあった破棄データをつなぎ合わせ、システムを犯すウイルスを作った。外世界とのリンクを成立させ、そこにある魔導器を引き寄せて自分の力として取り込もうと。あ、それで外の世界とリンクしたってことか。で、意図せず魔導器以外も引き寄せられてテイルズの人たちが来てしまったと。ウイルスが不完全だったか、コンバートが不安定だったか。今魔導器は X リスタルっていうものに変異している。カーディナルシステムですら想定外の力になっている。 X リスタルを止める力は現時点では存在していないんだ。どうすればいいの。あいつの魔導器にはコアがある、コアらしきものがあると。魔導器と同じならそのコアを外せば止められる。変異しても基本構造は変わらないことが多い。抜けば停止するかもしれない。簡単にいくかっていうとこだよね。武器破壊、もうキリト君だよね、武器破壊といったら。どうしてここに。キリト君遠巻きに見ていたっていうけど、お前も参加するよって、するよ。 X クリスタルを武器として装備していた。つまりそれ以外の武器が使えないってことか。そうしなければモンスターの強化も召喚も命令も行えないんだろう。武器破壊攻撃によって魔核にダメージを与えれば抜き取ったのと同じ効果が与えられる。なるほど、まあ、キリト君のいつも通り考察ですね。戦場を離脱するのをギリギリまでためらっていた、うん、この画像を見る限りだと全然わかんないけど、まあそういう感じだったんでしょうね。逃げ出した瞬間にモンスターの弱体化も発生した。あ、みんなデバフかけてるとかじゃなくて逃げ出すと弱体化するんだね。射程がある、なるほど。今ならあのデカブツスカルなんとかっていうのも倒せんのか。やつの行き先は最も強い手駒スカルリーパーとの合流ということになる。失敗に懲りたろうから今度はつかず離れず戦おうとする。あー、さすがですね。リーパーとの相手は攻略組のレイドパーティーに行ってもらおう。俺たちは別動隊となり本世を奇襲して X リスタル、クリスタル、 X リスタルじゃなくてこれ X も含めて読むとクリスタルって読むの、これ X リスタル、レイドパーティーに参加すると。軍師って言われてるよ、キリト。お、さすがアルゴの情報もね、さすがですね。もう俺たまにアルゴみたいな情報屋とか言われるんですけど、まあ、直接
情報売ってませんけどね。まあ情報屋、どうなんだろうね。キリトも二刀流なんだな。俺以外に二刀流スキルの持ち主がユニークスキルとかじゃなくて SAO のシステムとは外にあるの、他にあるのか。どうやってって、俺はずっと二刀流だった。ソードスキルって分かんないでしょ。武器に習熟すると出るようになる必殺技。古賀破山、何なんて読むのこれ。見てみたいな。ちょっと離れてる。ああ、ここでお披露目するのはダメなんだ。これもソードスキル見せる。ああ、なんか楽しそうですね。隠し部屋に来ましたね。ポンセが一人で突っ立っていた。憎悪に満ちた顔で振り返って、めっちゃ悪い顔。決着をつけようと。これはモブはあれ、ポンセとか出てこない。あ、いるじゃん奥に。あ、何これ、めっちゃ命令してんじゃんこれ。ほら、あ、命令してないわ普通に。これこのレイピアの構えるスタイルが、これモンスターに指示出してるように見える。あ、何これ、かっこいいかっこいい。何これ、やばいよ。モーションかっこいいよ、テイルズの人たちの。これモーションかっこいい、これ。あ、めっちゃ二刀流やってるよキリト、かっこいい。あれもう撃たないの、めっちゃチュインチュインいってる。ほらこれめっちゃかっこいい、これめっちゃ綺麗よこれ。まあ、倒しちゃうけども、うわすげえかっこいい。ソーハさんとかいってる。いやー、コラボいいね本当に、楽しいわ。 IF でこんな楽しいって感じることねえ。まあでも最近は結構あるかな、いろいろやってるから楽しむね、工夫とか最近してるから。最近はなんか強くなるってより、なんか考察メインにやってるから、それが楽しいのかもしれない。前は強くなんないとって思ってたけど、時間かかるから強くなるのに、このゲーム。あ、イモータルオブジェクト、これカヤバさんもやってたやつだよね。ユールさんのプロトタイプだもんね。 GM 権限を使っても不思議じゃない。なるほど、やってみなきゃわかんねえだろ。なるほど、あのオブなんとかっていうのにヒビが入ってる、そんなことあるんだ、すごいね。ぶっ壊れるまで叩くだけだ。アインクラッドにはない考え方。あ、なんかめっちゃ叫んでるね、かっこいいね。まあでもアインクラッドの世界じゃない技だから、破れるのかもしれない。すごい、そんなバカな。終わったね、案外あっさり終わったね。あっさりでもないの、激闘の末か。100層クリアして無事にリアルワールドに帰還してる。あ、なんか不可能だよって言ってる。何、絶望しかないんだ。何が、なんか知ってるんだねフォンセさん。なんだろうね、今後のストーリーに関わってくるのかな。どうした、でもイベントストーリーだしな。倒したのにリザルトが出ない、敵が死んでないかも。アインクラッドだからわかる。あれも壊せばいいのか。何、なんか出てきた。あ、X リスタルがなんかデータ取得完了、これが人間とか言ってる。価値のないものって言われてる、人間のこと。破壊用推奨、価値がないなら別に壊しても壊さなくてもよくない。こんな時こそポーションだ、ポーション使ってる。スカルリーパーがさらに強化されてる。今飛び去った X リスタルがスカルリーパーと融合したんだ。融合すんの。融合召喚。第75層迷宮区ボスフィールド、また迷宮区来ましたね。また姿が変わっている、スカルリーパーが変異する。あ、なんか見た目変わってんのかな。おい、タンク持ち場を離れ。タンクかわいそうに、優秀なタンクでないとね受けきれないよ。いやほんとね、 IF の、 やあの通常プレイでもね、あのやっぱタンクが重要になってきてるっていうのが面白いよね。俺なんか85層フロアボスとかやるまでさ、そのタンクが受け切って、その間にカジバユミが、あ、なにこれ、おー、なんか映像出てきた。あ、すげーかっこいい、なんかめっちゃ頼もしい感じ。どんな世界でも一緒じゃねえのか。そういう未来を止めるために来てくれたと、かっこいい。テイルズよくわかんないけど、なんか興味出てくるな、こういうの見ると。なんかいろいろ言ってるけど、なんかいろんなことがあったのね。こんな思いをさせたくないと。
どっかでのたれ死ぬつもりだったんだ。なんかいろいろあったんですね、みんな。なんか本当ドラマが出来上がってますね。勝ち目がない、悲しいのに涙も流せない、それでも世界を救おうとしたやつを俺は知っている。諦めてたまるか。みんな命がけでね、戦ってくれるんだね。スカルリーパー変異してるって聞いたけど、そんな見た目変わってないな。これ受けたらどうなるの、この攻撃。おっ、ソウハザンとか言ってる。おっ、おー、なんかめっちゃ技使ってる。すげえ、必殺技みたいな。わあ、かっこいい。やべ、かっこいいよかっこよくて、これ倒したくないんだけど、ずっと見てたいんだけど倒しちゃうよ。はい、みんな一生懸命やってたけど、俺ワンパンで倒しちゃったよ。ちょっと申し訳ないな、俺ワンパンで倒しちゃったんだけどいけるぞ。バニッシュ、バニッシュボルト、バニッシュボルト、今だキリト、コガハザン、スターバーストストリーム、フルボイス来ました。素晴らしい。すごいフルボイスだ、かっこいい、すごいよ。お、倒した、すげえ。なんかこのボイス出てくんのすごいな。あ、消えてる、消えかかってる、倒したから。すごい、こういうストーリーめっちゃ面白い。もう一度ロイドのラーメンを食べたかったラーメンが美味しかったんすね。100層到達だったか。お前たちが成し遂げられることを願ってるめっちゃいい人たちやん、リンウェルさん。あ、リンウェルさんもね、あのフルルっていうさ、あの友達がねいるので。はい、なるほどね。なんかこのフルルとピナもね、なんか似たようなものを感じてるんでしょうか。キリトとこのロイドさんもかっこいいね、技がね。また会おうぜと、また会えることがあるのか知らんけどね。まあ、魔導器っていうものを使えば会えるかもしれないけど、このアインクラッドさ、 IF のアインクラッドっていう世界さ、異世界から人来すぎじゃねっていうさなんか AI 超えてるよな、マジで。どういうゲームなんやねんっていう。あー、この音楽好き、本当に。クエストクリア、これで周回できるかな。もうこれで、あー、ようやく周回できますね。アルカナジェム、フルルのメダル、あ、これがイベント交換アイテムなんですね。ジェム結構もらえるのかな。もうちょっと下行くとジェム100とかもらえるのかな。てかスコア報酬多いね、やっぱり。まあこれから、あ、てか、え、まだまだ、え、こんな続くの下、え、ちょっとスコア報酬がえ、こんな、あ、もうちょっと上か。ジェムはちょっと上のあたりまでか。もうちょっと上行ってスコア19万1800あたりで50アルカナジェムと。ってことは、イベントのどれだっけ、これか。これのこの前なんかボーナスについてちょっと言ってたけど、スペシャルボーナス、これマニアック1回417ポイントなんで、で新規のスキレコ4つ装備してたら、まあ獅子16でだいたい1600の、まあこのもうちょっとか。あとはまあ今回のイベントとかログボで手に入るこのスキルもつけて、まあそれで倒せるかは知らんけど、まあプレミアムかマニアックですね、この数値が高いのは。このあたりをやって19万っていうスコアも大変そうですけど、いやー、ストーリー楽しかったね。イベント交換アイテムはスタンプとか、これいっぱいもらえますね。あ、釣りしてるスタンプ。あ、なんかこのスタンプ使いやすそうですね。いいね、なんかいいな。まあ、ストーリーが終わったので今回はこの辺りで終わりにします。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。